はい、アルティメイト読書会の比較の第1回目です。この動画では中学校で学習をした比較の、表現ですね、これの基本的な、知識、これの確認を行いたいと思います。ページは312ですね。早速いきましょう。はい、比較です。まず比較というのは、比較の基準となる形容詞、例えば頭がいいとか背が高いとか年を取ってるとかね、あるいは早いとかさ遅いとか、ね、そういうふうな比較の基準となる形容詞副詞、これをですね3つの形にできるのね。原級という形、比較級という形、そして最上級という形、それぞれの形はこの後やるとして、どういう意味かというと、原級っていうのは要するに2つのものを比べた時に A イコール B ですよ、一緒って感じ。比較級っていうのはA の方が B よりも優れてるとか劣ってるとか、そういうやつよね。そして最上級というのはもう名前の通り最上ですから、ナンバーワンというのを決定する言い方ですね。はい、じゃあそれぞれ、この原級、比較級、最上級はどのように作るのか。原級はそのままの形ですね。だけどこの比較級はどう作るかというのが次の表ですね。はい、基本的には ER、ね、これを使って比較級は表現します。最上級は EST をつける、ね、だから例えばトールで言うとトール、トーラー、トーレストという形ですよね。はい、短い単語はこうやって ER、EST をつければいいんですよね。が、次のページ、はい、ちょっと長めの単語って多分習ったと思います。長めの単語には比較級はモアをつける、ね、そして最上級はモンストをつける、ね、とやりました。でちょっと多分言葉の意味がわからないといけないのでやっておきましょう。この音節って一体何かというと、音節っていうのはこれは、母音の、数、これによって決まります。例えば careful っていうのは care っていうのと fall っていうこの部分、ね、care っていうのと fall、 これで2つの、母音というか音の切れ目があるわけですね。だこういうのを二音節って言ったりします。次の有名なもそうだよね。famous っていうのも fate must っていうこの2つが母音の音よね。だから、2つの音を持っているので二音節と言ったりします、ね、そしてもっと長い単語 beautiful、ね、beautiful、 これも beautiful、ね、はい、こんな風に3つ今度ありますよね。こういうふうに長い単語には more とか most をつけましょう、ね、という理屈がありました。はい、そして3つ目、中にはいわゆる ER、EST をつけられないやつもいましたね。ちょっと特殊な形になったりする。はい、チェック入れながらいこう。Good とか Well、これは Better、Best に言い換えられる、ね、そして悪い系 Bad、Badly、Ill、これは Worse、Worst という言い方。そして多い、ね、多量のという Many、Much には More、Most という言い方に変える。そして Little の場合は少し少ないという場合には Less、Least ですね。同じく少ないの Few はどうかというと、次のページ、こっちに載ってます。few は few、fewer、fewest となったりします、ね、はい、こんな風に、規則変化をしたりとか、ちょっと独特な変化がするものがありました。もうあと2つ足してください。315ページ、ここにね、もうちょっとよく使われる動詞も、言葉があるので書く。遠いというこの far ですね。 far は距離を表すときには farther、farthest という風に a のままでいいんですが、遥かに、ね、さらにっていうふうな程度の意味で使うときには further って u の音に発音というか単語になります、ね。スペルが若干変わるよってこと、これが独特ですね。はい、同じく late も、ね、時間的に遅いときには late、later、latest、今までよく知ってるやつですね。なんですが順番的に後、ね、後のっていうとき、例えばサッカーとかでいうと後半っていうときにありますよね。後半、ね、そのときにはこれは遅いって意味じゃない、後半だから順番的に2番目ってことでしょ。だから latter というふうに t が2個になったりします、ね、そして last、 これは皆さんどう、 last、ね、最後の、ね、だから最上級でしょ、ね、なったりするわけです。はい、以上、中学校でやったことがほとんどですが、少しね新しい単語たちも登場してきた、比較です。こういったものを使ってこれから比較の表現勉強していきましょう。